本日の本をお持ちしました。どうもローランさん。ローランさんとかいいから、気楽にローランって呼んで。そうしようかな、ローラン。だいぶいいね。やっぱり急に砕けた話し方にするのって慣れないね。だんだん慣れてくって。それはそうと、本の分類はうまくいってるか？都市にまともな文学って呼べるものがあるかって思ってたけど。各々の人生が文学みたい。それぞれ自分だけの人生が本のように書き綴られるの。そしてその中には喜劇と悲劇がそれぞれ絡み合ってるわ。悪い人ばかりいるわけでもなく、いい人ばかりいるわけでもないの。みんな個人的な事情があるからな。だから悩んでるの。誰かをむやみに憎んでいいのかなって。私たちは本のために仲良く過ごしてた街頭事務所のフィクサーを殺した。いくらあの人たちがここに来ることを選んだとは言っても、私たちも必ず成し遂げないといけない目的があって。自己弁護ばっかり並べてるね。オド、でもな、その個人の事情を全部考えてると頭ばっか痛くなるんだ。だから何が何だかわからなくなる時があるんだ。道徳的規範だの、根本的な原因は何だの考えてるとボケーってなるんだ。自分の心の中で爆発しそうになってるしこりはそのままなのに、そういう時は心の赴くままに見通すんだ。たくさん知ろうとも知る必要もない。そうすれば楽なもんだ。ローランのフィクサーとしての助言だったりするの？ま、そうだな。俺が好きな言葉があるんだ。それはそれで、これはこれだ。全ての人の事情を察することができる世界ではないんだ。諦めてるみたいな言葉ね。当然、諦めてから結構長いからな。でもやっぱりそれが楽だったんだ。流れに身を任せるのさ。アドバイスありがとう。私ももう少し考えてみないと。でもそれはそれで、これはこれだって言葉は束の間の慰めにはなるけど、救われるような言葉じゃないね。うん、ま、受け取り方も人それぞれだから。本はここに置いてくから、これからもよろしく。